サンフォード A、サンファードはアメリカ合衆国フロリダ州、セミノール軍の都市で同軍の軍長所在地。2010年国勢調査での人口は53,570人。オーランドの約3 2トル北東に位置している。歴史的なウォーターフロントへの入り口の街としても知られるサンフォードはセントジョンズ川の航行可能な最上流部である。 モンローコの南岸に位置している。市が設立される数千年前からネイティブアメリカンがサンフォード周辺に暮らしていた。セミノール族は18世紀にこの地域周辺にやってきた。1836年の第二次セミノール戦争の間、アメリカ陸軍はキャンプモンローや現在のメロンビルアベニューにあたる道路を建設した。市内にはセミノール州立大学や セントラルフロリダ同士植物園がある。ダウンタウンには、ショップ、レストラン、マリーナ、湖畔の遊歩道などがあり、観光客を引きつけている。オーランド・サンフォード国際空港は、オーランド大都市圏で2番目の商業空港としての役目を果たしており、国際線、国内線の便が就航している。2012年には、市内を訪れていた。 アフリカ系アメリカ人の高校生トレイボン・マーティンが射殺されたことで話題になった。ヨーロッパ人がやってきた時、モンドーコ周辺にはマヤ家族やジョロロ族が住み着いていた。しかし、1760年までに、これらの部族は戦争や病気によって壊滅し、セミノール族にとって変わった。アメリカがスペインからフロリダを獲得したのは1821年のことだが、 セミノール戦争によって入植は遅れた。1835年、セミノール族は中部フローリダと東海岸を結ぶ重要な水路であるセントジョンズ川に面したパラトカの港を焼き払った。その結果、より上流のモンロー湖南側の交易所の近くに陸軍の守備隊が置かれた。キャンプモンローと呼ばれたマルタの防壁が1837年2月8日に攻撃され、 メロン取りとして、強化、解明された。ザカリー・テイラー大統領は、モンロー湖からブルック取りに至る一連の防御網をつなぐため、道路を建設した。メロン、取り周辺には、1842年にダニエル・スチュワートによって、メロンビルの町が設立された。1845年、フロリダはアメリカ合衆国の州となり、メロンビルは、 オレンジ郡の郡長所在地となった。以前は、モスキート郡と呼ばれており、郡長所在地は湖を渡ったエンタープライズというところにあった。オレンジの木が植えられ、缶詰工場が作られたのは1869年であった。1870年、ヘンリー・シェルトン・サンフォードが、メロンビルの西に12,548エーカーの土地を購入し、サンフォードの町を設計した。 彼はサンフォードが交通の要衝となることを信じて、南フロリダへの入り口と呼んだ。1871年に蒸気船でやってきたスウェーデン人の集団は、新しい街を建設するための過酷な労働や、亜熱帯の荒れ地を切り開いて、オレンジを植えるなどのために、年季暴行を導入した。1877年に法人化され、人口は100人を超えた。 1883年にはメロンビルを吸収した。南フロリダ鉄道がサンフォードからタンパまでを結び、その後にはジャクソンビルタンパキーウェスト鉄道がサンフォードから世界最大のオレンジ輸出港となったジャクソンビルまでを結んだ。1883年4月に蒸気船で到着したチェスターエーアーサー大統領は、小岩のサンフォードハウスというホテルで1週間の休暇を、 過ごした。1887年、死は猛火にさらされ、翌年にはフロリダの至るところで大熱が流行した。1894年から1895年には、フロリダを寒波が襲い、柑橘類の産業は崩壊した。農家は野菜の栽培などの多様化を図った。1896年に初めてセロリが植えられ、1974年までには、 セロリ式というニックネームが付けられるようになった。1891年12月1日、商人のウィリアム・クラークと19人のアフリカ系、アメリカ人有権者によって、市の南側にゴールズボロの町が設立された。1911年、サンフォードの行政サービスに折り合わないとの理由から、市からサンフォードハイツの町が分離した。これにより、サンフォードの拡大は、 周辺のゴールズボロ、ジョージタウン、サンフォードハイツなどの町に制約されることになるという懸案事項が加わった。フロリダ州議会とサンフォード市長フォレスト・レイクは、サンフォードハイツがサンフォードから独立して法人化する、力を奪う法律を制定することに努めた。ゴールズボロもレイク市長のターゲットとされ、ゴールズボロの指導者たちは、地元の新聞に書簡を送る、キャンペーン活動を始めた。 1911年4月6日、サンフォード市議会はゴールズボロを合併する決議を採択し、4月26日には衆議会でもゴールズボロをサンフォードの市域の中に入れて再編させる議案が通過した。1913年、サンフォードはオレンジ軍から分離したセミノール軍の軍長所在地となった。1940年までは農業が 市の経済において優位であり続けた。1942年、サンフォード海軍航空基地が創設され、ロッキード PV-1、ロッキードハドソン、グラマン F4 回、グラマン F6 回などの戦闘機の訓練が実施された。1943年から45年にかけてが、最盛期で360人の将校、1500人の歌手官。 150人の海軍婦人予備隊が所属し、東のハーニー湖周辺には、オセオラ遠隔地訓練場としても知られる補助飛行場があった。1946年に基地の戦時体制が解かれ、縮小されたが、1950年になると、朝鮮戦争や冷戦のために、再び現役に戻された。ダグラス A-3 や、ノースアメリカン A-5 などのジェット艦載機の。 基地として再開発するための建設計画がその後行われた。1960年代半ばに再び最盛期を迎え、航空機中間修理施設、海軍医務室、海兵太平社 RA-5CN 基地転換部隊等を含め4000人近い兵員が配置された。さらに地中海や太平洋へ定期的に展開する航空母艦には、 RA-5C の9つの飛行体が展開可能となっている。ベトナム戦争の戦費がかさんだことや、リンドン・ジョンソン大統領の偉大な社会政策に関連した国内支出の結果、サンフォードの基地はアメリカ国防総省により閉鎖されるアメリカ本土の軍事施設の一つとなることが1967年に明らかになった。第1偵察攻撃航空団が ジョージア州のオールバに海軍航空基地に移転してからは飛行訓練は急速に縮小していった。これによりすべての軍人や彼らの家族が立ち去り、サンフォードやセミノール軍の経済は大幅に悪化した。1969年には連邦一般調達局からサンフォード市に権利放棄証書が提出され、一般航空の空港としてサンフォード空港に改名、再整備された。 その後、サンフォード地域空港、セントラル、フロリダ地域空港と改名を繰り返し、1995年には商業的な航空サービスを開始し、翌年にオーランドサンフォード国際空港となった。空港内にある2つの記念碑が基地が存在したことを伝えている。2003年5月の戦没昇兵追悼記念日には、サンフォード海軍航空基地記念公園が開園した。 ターミナルへの入り口には国立海軍航空博物館から貸し出された復元されたノースアメリカン A-5 が展示されている。1971年10月にウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートがオープンすると中部フロリダの経済は軍事、航空宇宙、防衛産業等からオーランドを中心とした観光、サービス産業、住宅開発に移行した。 サンフォードはかつて公益の中心として卓越していたため、古い商業施設や住居が残され、サルオガセもどきが垂れ下がった、ライブ奥は通りに日陰を作り出している。門道湖からメロンビルアベニューを南へ行ったところに、ヒストリック、サンフォードメモリアルスタジアムがある。ダウンタウンからも1マイル以内の距離である。スタジアムは1926年に建設された旧。 サンフォードフィールドの近くにあるニューヨークジャイアンツのスプリングトレーニング施設として1951年に新たなスタジアムが建設されたベイブ・ルース、ジャッキー・ロビンソン、ウィリー・メイズ、ティム・レインズ、デビッド・エクスタインら多くのメジャーリーグのスター選手がスタジアムでプレーした。ジャッキー・ロビンソンがデートナ・ビーチが本拠地のモントリオール・ロイヤルズ参加チームに所属し、 トリプル A 級インターナショナルリーグの試合に出場した初めての球場がサンフォードフィールドであった。サンフォードは北緯28度47分22秒整形81度16分32秒、北緯28.78944度整形81.27556度、28.78944マイナス81.27556に位置している。 国勢調査によると、市域全面積は26.5平方マイルで、このうち陸地が22.96平方マイル、水域が3.54平方マイルである。市は南西でベイクメアリー市に、北はモンローことデバリー市に接している。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。歴史的には、サンフォードにはセントジョンズ川の港があり、 中部フロリダの交通の中心であった。オーランド・サンフォード国際空港は中部フロリダに国際地域航空サービスをもたらした。サンフォードはアムトラックのオートトレインの終着駅である。オートトレインはワシントン DC の 40km 南にあるロートンとサンフォードとの間の東海岸で自動車や旅客を輸送している。サンフォードは 週刊高速道路4号線のデートナビーチとオーランドの間に位置する。フロリダ州道417号線は週刊高速道路4号線との接続部が起点でオーランド市の東側を取り囲みウォルトディズニーワールドリゾートに至る。サンデールは中部フロリダの通勤路線で2014年に新しい駅が市内に開業した。サンフォードグラマースクール2004年に自転車。 歩行者専用のリバーウォークが完成した。幅3メートルの道はダウンタウンから数マイル離れた門ン湖の湖畔に沿っている。2014年には約1キロメートル延伸された。市はメインストリートのサンフォードアベニューを改装し、街路樹や花を植え、広い歩道、ベンチを整備した。環境に配慮した取り組みを支援するため、サンフォードには電気自動車の充電スタンドが5カ所にある。 氏は、該当の LEDA の交換を計画している。ありがとうございます。